皆さんこんにちは、モンです。今回は、11月の、富田新社の方をね、購入したので紹介したいと思います。これ、まずこれ、デリカ D5。新型かな、新型。それから、アベンタドーレ SVK。初回2個。で、あと、トイザーオリジナルのシビック、イギリスカラー仕様。イオンのやつはまた来週出るので、まあ来週また買いに行くんですけど、多分動画にはしないかなと思うので、まあ、他の方もね、もっと一般の動画見て、くださればいいかなと。はい、ということで今回この、4種類、を開封していきたいと思います。まずこちらの、デリカ D5 ですね。そうですね、印刷でグリルがね、表現されてるんですけど、まあなかなか印刷技術が高いなというところで、まあクリアパーツはないので、塗料剥がしたらちょっと、ん？何これってなるかもしれないですね。で、まあこの辺は、これ金属入れ抜かれてるんですけど、まあコアプラでね、まあいい感じですね。でこの色はブラックで、光の当たり具合によってちょっとね緑かなみたいな感じの色ですが、まあ黒ですね、ほとんど。ちょっと小さめ、後ろもね、まあ田んぼ印刷ですけど、ちょっとホイールがちっちゃいかな。オフロードホイールでも良かった気がするんですけど、新旧比べるとこんな感じですね。65、同じスケールです。あ、これは私がねちょっと適当に塗ったりしてるんで、まあ純正じゃないですけど、こう見ると全然違う、こう見ると全然、おーとね、こう見ると全然違います。うん、まあ、アクションはサスペンションで。っていうか、今月の新車、今回紹介するのはアクションはサスペンションだけです。全部。こんな感じでした。こちらが初回ですね。初回は63って書いてありますね。これなんか意味があったらしいんですけど、なんだったかな？なんか63は意味があったらしい。意味があったような気がします。ここ、艶消しブラックなんですよ。天井。やばくないっていう。はい。まあ、同じくね、なんだっけ、これ。クリアパーツで再現されてますね。はい。ここも、まあ、そうですね。どう？何も多分変わりはないかなとか思ったりしますが、まあ、特に色は違うというぐらいでしょうかね。はい、初回はめちゃくちゃ手入ってるじゃない。初回はめちゃくちゃ、あ、でも通常も結構手入ってますね。クオリティ重視になってる。いやー、待って、初回クソクソかっこいい、クソクソってめちゃくちゃかっこいいじゃん。何この、ゲームのなんか 3D アニメ見てる感じになる。すごいっすね、めちゃくちゃかっこいいっすよ、最高っす。ラスト1台はこちらですね。シビックタイプ R、 イギリスカラー仕様ということで、どうです、もうなんか、なんて言うんだろう、これはメタリックの効いてるネズミ色に、まあ、青入れた、まあ、いわゆるイギリスカラー仕様なんですけど、日本じゃね、売ってないカラーリングの色で、イギリスの工場にある、ホンダの工場、イギリスのホンダの工場でね、限定生産かなんか、かな、まあ、生産されてる、カラーなんですけども、いいですね、これ。早く株主の住処をね、ヤフオクで購入したんで、ちょっと比べてみたいですよね。あ、でもこれはトイザラスに行って見かけたら毎回買っちゃいそうです。
ないな。でも色はもういいよ、めちゃくちゃいい。はい、はい、ということで今回はね、11月の富田選手の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。